はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の不等式の表す領域丸2をお送りします。で、前回からね、領域が始まってこれで2本目です。で、前回は直線のね、領域やったんですけど、ここでは円を、ね、が出てくる領域をやっていきます。それが4問ですね。なので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、問題は前回と同じです。次の不等式の表す領域を図示しようっていう問題で、まず、まあ、またね、 x 軸 y 軸必要なので書いていくと、よいしょ。で、さっきね、まあ、円が出てくるよっていう話をしたんですが、これもまずイコールだと思って x2 乗プラス y2 乗イコール4の円をまず書いてしまいます。で、 x2 乗プラス y の2乗なので、中心が原点です。で、こっちが4、2の2乗だから半径2なんだよね。つまり原点中心、まあ、O にして、フリーハンドですいません、なかなかひどいんだけどごめん。で、書くのは基本的に半径2なんで、こことここに2を書いておけば問題ないです。もちろんマイナスにマイナスに書いてくれても大丈夫ですけどね。で、あとは結局これね、円があるじゃん。で、領域円の場合は円の中か外かの、どっちかなの。いい、中か外で、覚え方としてはこっち、まあ右に口が開いてるというか、よくね、 x2 乗プラス y の2乗、こっちが閉じてるとき、ね、こっちが閉じてるときは円の中になります、領域が。だから、で、今回一応イコールがないんで境界線含まないから、まあ、そこにちょっと気をつけながら引いていくと、まあ、こんな感じです。で、前回と同じようにその境界線含まないことは一言書いておく。境界線を今回は含まないと。いいね。これが円の領域です。だから中か外か覚えちゃうもんね、どうってことないんですけど。で、次行きましょう。で、また円ですね、これもね。で、 x 軸とちょっと曲がったかな、 y 軸で原点 O と書いて大丈夫そうだね。で、今回は、こっちが9なので半径が3です。原点は同じく中心、原点だね。なんちゃ、中心が原点だね。で、一応書くと、まあ、サイズ的にそんな変えなくてもいいんだけど、こうなって今度は3と3になります。で、さっきも言ったように、こう右にね、口が開いてる場合は中なんです。で、今回左に開いてるでしょ、だから外になります今度は。で、外でイコールがあるから境界線含むと、つまりどこかっていうと外全部です、ここ。よいしょ、ちょっと曲がってごめん。円の外側全部ね、これが領域になります。で、こっちと同じように一言、境界線を含むと、これで OK という感じになります。で、下に関しては先に円がね、まだ出来上がってないので、まあ、作ればいいと。前回ね、以前ね、やってる変形をすればいいだけなので、やっていくと、はい、ちょっと待ってね、色間違えました。まず x2 乗とプラス 6x から半分にして x プラス3の2乗、後で引きます、余分なやつね。で、 y2 乗とマイナス 8y だから4の2乗と。で、こっから9を余計に引かなきゃいけない、こっから16を余計に引かなきゃいけない、つまりマイナス25が効きます、ここに。で、それを右辺に持っていけばいいので、こうなるんだよね。で、これでも完成だと。で、あとはここの場合中心マイナス3の4だから、あれか、 y 軸をちょっと右寄りに書こうか、この辺にしたらいいかな。よいしょ。で、ちょっとこっち限定にしようか、入ってる？あ、ギリだね。
で、マイナス3の4が中心でしょ。で、中心がマイナス3の4だから、どの辺にしようかな。マイナス3の4、まあ、この辺にしとく。ちょっと待ってね、これ多分上が入んないんで近くしようか。この辺にしとく。で、必ずマイナス34とこれは記載します、中心をね。で、半径が5なんだよ。で、5だからこういうふうに大きくなるんですけど、これこの時点で原点を通るのが分かります。ここ x にも y にも0を入れたら成り立つでしょ、まあ最初の式が。で、しかもまあこれ三平方でこの距離5ってのも分かりますけど、原点通ると。で、原点通りながら、はい、これきついな、ちょっとこんな感じで許して。で、このあと何を記載するかは結構先生によってバラバラなんですけど、俺がよくやるのはここね、真横に x 軸と平行な線で直径を作って、そこを下ろします、こうやって。で、半径5だからマイナス3から5を離れればここマイナス8でしょ。マイナス3から右に5行けばここ2になるよね。そうすれば確実に半径もわかるからさ、中心と半径がちゃんと記載されてればこれで OK なので、基本的にはこうやって書くことが多いかな、俺は。いいかな。で、最後も変形してやっていくと、まずこことここ使ってマイナス1の2乗で、後で引くね、プラス y2 乗とマイナス 6y なんで、こうなって1引きます、9引きます、つまりマイナス10で、もともといるこいつとくっつけるとマイナス9になって右辺に持っていけばいいから、こうなるのか。で、解くと今度1の3だから、あれが第一象限右上なので、あ、待って待ってはいはいはい、忘れましたね、ごめん、これ書いてなかったね。そう、円書いて満足してた。で、失礼しました。これ左側がね、口閉じてる、右にね、口が開いてるので中になります。で、イコールが入ってるから境界線を含むので、ちょっとね、ぐちゃぐちゃしちゃって申し訳ないんですけど、これあれか、普通のね、テストの時はこれで OK だろうけど、動画多分見にくくなっちゃうので、ここがマイナス3ね、ここが。まあそんな感じです。いいかな。で、イコールがあるから、境界線を含むと。ごめんね、ちょっと戻ってしまったんですが。ではね、改めて4番やりましょう。で、変形終わったので、ちょっと軸を下目にして、これも左目にするか。 y 原点 x 入ってるかな。あ、ギリギリだった。で、中心が1の3だよね。中心1の3だから、1の3、ちょっとこの辺にしとこうか。で、必ず書きます、中心1と3だね。で、半径3なので、ここの距離3だから、ここくっつくよね、ここ通ると。だからここと x 軸と接してるように、真横から書いたからすごいずれてるね。これはさすがにちょっとまずいわ、アウトな気がする。ちょっとここのカーブもうちょっと痩せさせますね。ちょっとこんな感じで許して、ごめん、ちょっとだいぶ汚いけど。で、半径3だから、さっきと同じようにしてこっちに三角か。で、真横に書いて下ろします。で、3だからこっちに3行けばここ4、3行けばマイナス2となって、これで OK になります、円はね。で、あとは左側に口が開いてるので、これと同じだね、外になるから。で、イコールが入ってないので、まあ一応ね、くっつかないようにしつつ、ちょっとくっついちゃったな、ちょっとな、ちょっとごめんね、汚くなっちゃったけど、こんな感じで外の部分を塗れば OK となります。で、最後一言、境界線を含まないと。いいね、これで OK となります。ちょっとさ、途中ね、ごたごたして申し訳なかったんですが、これが円の領域のやり方。では
今回は高校数学数2の不等式の表す領域丸2をお送りしました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回は連立です。で、連立なんですけど、ここの円の知識、そして1個前の動画の直線の領域の知識を使えば全く問題ないので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。